男ならバーボンを飲め。皆さん書いてますか先日、日テレのヒルナンデスの企画の裏道散歩という番組の取材がありました。で、このようにね、芸能人,人の方が和洋を体験されたんです。例えばこれ、鶴野岳さん。 で、これが東京ゼロさんの飯塚さん。で、これ、ブルゾン千恵美さん。で、これ、伊藤修子さんね。はい。この4人が体験していただいたんですけど、これね、手本なしで彼らはやっているので、実は私、書いてないんですよ。で、実際に私が書いたらどうなるのかっていうのをお見せしようかなと思います。 それではね、まず、えっ、ー、と、鶴野さんの作品からいきたいと思います。小鳩って見たことないんだよな、っていうことですね。大体これね、紙のサイズ同じです。色紙の縦のサイズとこの紙が一緒なので、大体目安にしてください。あと、筆も、あの、番組で使った筆と同じ、まあ、あの、江戸吉っていうね、私のオリジナルの筆ですけども、まあ、大体、えー、1000円前後ぐらいで、えー、売っているものですけど。はい。じゃあ、ちょっと書いてみましょうか。 どうせ書くんだったら同じ横書きの4行で表現しましょうかねはい突然 CM 和洋の書店どうも宇よしです和洋とは日本語の書のこと今私たちが喋っている口語の日本語を書く書道のスタイルですだから和洋のは日本語なので読むことができますただし読めるような書くにはちょっとだけルールがあります和洋のルール1日本語で書く2崩し字続け字禁止3解書禁止 特に2崩し字続け字禁止つまり筆記体が使えませんこれは書道上級者にとった厳しいル,ールでも初心者にはとても楽かも初心者有利そして Y の書店は12月3日火曜日締め切りですペン字の癖字12月10日火曜日筆着ですそして本番は2020年1月17日金曜日から2020年1月19日 東京芸術基地業ギャラリーに こんな感じで,でまあ色紙にはこんな感じなのかな、はい、これ小鳩って小さい鳩っていうのは多分ね番組的には子供の子だったような気がするんですね意味合い的にはねまあこんな感じですまあ後でアップは取りましょうかえっと次東京03 ですね飯塚さんが書かれてるんですこれ狭くして広くしてるんですけどどうしようかななんかこうシンプルな表現の方が東京03はいいような気がするんですよね多分ちょっとおしゃれなイメージで書いてみましょうか。 ちょっと下いっぱいいっぱいなちょっと分岐してたからで多分この辺りが色紙のところなので、まあ、こんな感じになるのかなどうでしょうかねこんな感じで「東京03」って書いてみました次にえー、っとこれブルドン千恵美さん高野豆腐っていうことなんですけど これ、結構難しいと思いますよ。この構図でまとめるの。これ、同じ構図で書いてみようかな。これ、ちょっと難しいと思います。難しいな。なぜ一発書きだからな。 フフ <laughs> ちょっとやりすぎたデザインしすぎたかなちょっと可愛らしくこの辺をしてみましょうかあんまり押さないけどねこの辺ねよいしょこんな感じでまあ大体大体 こんな感じですはいどうでしょうかちょっと言う高野豆腐ってちょっと読みにくいなこれなんちょっと読みにくかったかもしれませんねえー、と豆腐の絵とか描けばよかったかなや高野豆腐と書いたつまりこれこの点もそうね こ,れこの原点書いた方が良かったな。ちょっと自己反省。最後、伊藤修子さんね。えー、男なら、バーボンを飲めって。放送されたかどうかわかんないんですけど、男なら、バーボンを飲め。みたいな感じで言ってました。カットされてるかもしれないです。アナウンスの印象が結構あるので、ちょっとこれは、 そのアナウンス的なイメージを出せたらいいな。 と適当ですよねまあ書道ってねこうやって適当に書けるのがね面白いですよ字を書けるようになるとねこのようにいろんな表現ができるのでまあただねこれいろんな表現するのはねなかなか難しいんですよ男ならバーボンを飲むはいこんな感じですということで書いてみましたが皆さんどうでしたでしょうか改めてお見せしましょうか まず最初に書いたこれねろさんのやつを、まあ、こんな感じで書いてみました結構いいなちょっと私の私ねちょっと上に寄ってますよね03東京033の東京033っておかしいな東京03飯塚さんのやつと 私はちょっとね縦書きでシンプルに書いてみましたけどちょっと上が開いちゃってるので下が詰まってますけどこの感じですね、はいえー、墨が乾くのを待ってる間に落書きしちゃいましたやっぱり読みにくい <laughs> ちょっとこれ読みにくいね高野豆腐ねまあちょっと<ん>書くたびに 徐々にね、こう、筆慣れしている感じがします。何せ今日、まだ何も書いてない状態で書き始めたので。次、伊藤修子さんのね、男ならバーボン飲めっていう、こういう感じで。まあこういう表現も可能だよということですね。はい。ということで、えー、今回は、日テレさんの、ヒルナンデスの中の企画の、裏道散歩。 と連動してえー、ウドヨシが同じ言葉を書くならどう書くかっていうことをやってみましたではチャンネル登録よろしくお願いしますウドヨシでした If you learn only 46 Japanese hiragana characters you can write all JapaneseWeo is a Japanese calligraphy style for people who want to write Japanese all over the world Please register my channel.